どうもエリピです。今日はカラコンも入ってなくて化粧がすごいヨレヨレなんですけど、私のナイトルーティーンを紹介していきたいと思います。とりあえず私はお風呂に入っていきたいと思います。はい、お風呂から上がりました。今はスキンケア中です。いつも使うのがこのアロエのやつと普通の化粧水をいつも使ってます。これだけです。お風呂出た後は結構やること工程は少ないですね。割と乾燥しないように冬はボディクリームを塗ります。そう、唇にもちゃんと潤いをね与えてます。私マツパしてて、マツ美容液は結構最近ちゃんと塗るようにしてます。顔やばい顔は多分こんな感じかな。もうで髪の毛すぐ乾かさない派なんで、一旦部屋の掃除とかいつも汚れてたりしたらしちゃいますね。布団とか言っちゃいますね。そう、このベルトダイヤで可愛かったです。こんな感じで整えて、で毎週ルーティーンのね、このワンピースを見てます。今放送してるやつの録画ですね。で時間経った頃ぐらいにこうやってオイル塗ったりとかして、ドライヤーいつもしてます。すぐはやって、ほんと乾かさないです。ダイヤは結構時間かからない派です私。で終わったらいつも寝る前ブロッキングしてちゃんとアイロンしてますね。串ちゃんと通しながらアイロンするとめっちゃサラサラになるんで、でいつもテレビで音楽流してって感じでやってます。終わりですね。おやすみなさい。バイバイ。こんにちは、まなぺこです。で今帰ってきました。ただいま。帰ってきたら必ず足のむくみを取るために小顔ローラーで足をむくみ取っていきます。今からご飯を食べます。今はダイエット中なのでビタミンを取るためとダイエットのためフルーツを食べます。夜ご飯は少なめに、肌荒れがひどいのでビタミンを取るためにフルーツを食べてます。ごちそうさまでしたはい、今から洗面所ですっぴんになっていきます。しっかり前髪をクリップで留めて髪の毛にかからないようにします。手でなじませて全体に滑らすように落としていきます。すっぴん全然顔が違う。そしたらお風呂に入っていきます。バイバイ。はい、お風呂から上がって次はパックをしていきます。このパックはすごい敏感肌の人におすすめで、まなみは敏感肌なのでこれをいつも使ってます。そしたら髪の毛をブラシで溶いていって、ヘアオイルはシャネルのを使ってます。匂いもすごい良くて、次はドライヤーをしていきます。内側からしっかり乾かしていきます。はい、次は部屋に来てストレッチをしていきます。足パカは毎日やっています。これは100回くらいやってます。寝る前に SNS をチェックして DM とかを返したら寝ます。おやすみなさい。アロヘー、マリサです。帰ってきました。この時はね、まず靴をファブリーズした後荷物を整理していきます。使ったものはね出したりします。髪の毛をまとめて、あ、うんちヘアですね、こちら。あ、手洗いしっかりねしましょうね。手洗いうがい、手洗いうがいをしたら何をするんですか。あら、
ちで少しだけメイク直しをするんですね。まあ、こっちなんかちょっとこっち見ましたね。こういうの綺麗にまとめるより自然にお団子した方が綺麗にできたりするんですね。これは TikTok 撮ってました。はい、でお風呂から上がりました。お風呂から上がったらオールインワンクリームを塗ります。これね、1回で済むのでめちゃくちゃ楽です。あとマッサージもしますね。あとリップ大事。これほんまにリップ大事。唇カッサカサなのでね、ピアスを開けてまだ1ヶ月経ってないところがあるのでそこを消毒してます。ではおやすみなさーい。どうも、石間圭司です。僕は東京に来てる時は知り合いのレコーディングスタジオの方で寝泊まりしてるんで、そこでちょっとナイトルーティンを撮っていこうと思います。今日はまずは今からレコーディングをしていきます。こちらがレコーディングところですね。はい、ということで今からレコーディングしていきたいと思います。この世の中で一番辛いこと、会いたいのに会えないくらいだろう。いい感じです。ということで、見せたいと思う。今はちょっと歌ったとこだけ。この世の中で一番辛いこと、会いたいのに会えないくらいだろう。って感じですね。今からちょっと、あ、お風呂、お風呂、お風呂ね。みんな見たいですよね、僕のお風呂見たいよね。ということで今からお風呂入っていこうと思います。でも今回ついでにね、紹介したいと思います。僕の使っている美容品というかシャンプーとトリートメント、使っているシャンプーはフェインティ。これは僕の知り合いが作ってるんですけど、これめっちゃいい香りするんですよ。泡立てる。次はトリートメント。トリートメントはこちらまたフェインティ。フェイティのトリートメントマジでやばい、めっちゃサラサラになる。これは使った方がいい。で、これで5分置きます。5分経ちました。ということで洗い流していきたいと思います。じゃあまたまた。僕がいつも風呂上がった後にする美容を皆さんに見せたいと思います。まずはドライをする前にすること。フェイティー、フェイティーのエマルジョンタイプのヘアオイル。これは濡れた髪にやるやつ。これもすごいいい香りするね。乾かします。乾いたから次は普通のヘアオイル。次はこれを乾いた髪に当てていきます。次は化粧水ですね。僕が使ってるのはこちらございます。こちら M トナー。今日も一日終わったなって感じ。いい感じに決まりました。まあゆっくりしたか、俺物語で見ながら寝たいと思います。寝まーす。おやすみ、みんなおやすみ。おやすみなさい。